こんにちは、サラです。今回は、メンソレータム種類多すぎ問題ということで、メンソレータムのリップクリームを比較していきたいと思います。で、最初はなんか500円以下のリップクリームを比較してどれがいいのかなみたいなことをやろうと思ったんですけど、なんかAmazonで買おうと思って見てたらメンソレータムがありすぎて、とりあえずこれメンソレータムのトップを決めないとダメだっていうことになりまして、今回メンソレータム比較をやっていきたいと思います。買ったのがね6種類なんですけども、この6種類以外にもあと何種類かてかもっとあるんじゃないかな、けどまあ手に入りやすいものをチョイスして買ってきました。で、あとネイルを変えました。こんな感じです。今回はメタモンメインですね。キラキラ感がスライム感増してる。去年フロリダに行った時に買ってきた謎のシリアルを食べたいなと思ったんですけど、動画の最後に食べようと思います。今回買ってきたのはこちら、薬用リップスティックディープモイストメントール、薬用リップスティック XD。 こちらはねもうみんな知ってる、リップスティックといえばこれみたいな。で、あとメンソレータも薬用リップナチュラル、あとリップフォンデュのスカーレットピンクと、メルティークリームリップミルクバニラとリップベビーナチュラルリッチユズの香りです。で、メンソレータムは全部無香料タイプがあるので、あえて香り付きを買いました。無香料タイプがいい人は無香料タイプを選んで買ってみてください。じゃあまずこのめちゃくちゃ似てる3種類からやっていきたいと思います。まあ、どれも唇の荒れ、乾燥、ひび割れを防ぐ、唇を健やかに保つっていうのは一緒なんですけど、薬用リップナチュラルっていうのはこの普通のリップスティックの、無味無香料でスースーしないナチュラルなタイプ、UV カット成分とアロエエキスが入ってる。ディープモイストの方はどこまでも保湿にこだわった1本で、ヒアルロン酸シアバターホホバオイルとビタミン E 誘導体が入っております。なので、まあ、唇のケア的にはこのディープモイストが一番いいのかなと思います。はい、中身はこんな感じです。これがナチュラルで、これが王道のやつで、これがディープモイストですね。ディープモイストはメントールじゃない方もあります。で、ナチュラルはねなんか絆創膏みたいな匂いする。まあ塗ったら気にならないと思うんですけど。で、普通のやつはメンソレータムって感じでいい匂いですね。この匂い結構好き。で、こちらディープモイスト、ディープモイストも普通のメンソレータムの匂い。で、今ね3本塗ってみたんですけど、3本とも結構固めなのであんまりこういっぱいはつかないですね。で、ディープモイストっていうから結構違うのかなと思いきや、触った感触はマジで一緒で、この3本ともっていうか今回紹介するやつはとりあえず一通り使ったんですけど、なんかこのディープモイストだけ形が楕円形でなんか特別感出てるんですけど、この潤い感も硬さも一緒だし、楕円形だから特に塗りやすいとかもないので好みかなって感じ。まあコスパ取るならこの普通のメンソレータムでいいかなって思いました。ただ成分とかちょっと気持ち的にいいやつが入ってるのがいいなっていうのであればディープモイストタイプがいいかなって思います。敏感肌の人はこのナチュラルタイプでって感じ。もう私的にこの3本ともちょっと硬すぎて保湿感はあんまりかなって感じ。ベタつきがないのはいいんですけど、もうちょっとしっとりしてほしいって感じです。はい、そしたらこちらの3本やっていきたいと思います。このリップベビーナチュラルの方は天然潤い成分のオリーブ果実油、マカダミアナッツ油、アロエベラ派エキスが入っておりまして、食品成分 100% 低刺激性アレルギーテスト済みで、この真ん中のメルティークリームリップは体温でとろける最上級のメンソレータムリップシリーズ内の潤い感で守ります。メンソレータムシリーズ内で一番潤うらしい。唇や空気中の水分と反応して潤いを抱え込みクリームに変わる技術を採用で、 SPF25PA3+ このリップクリームだけ乾燥が気になるオフィスに、なかなか塗り直しのできない日に、寒い日の外出にっていうすごい乾燥推しなんですよ。
でこちらリップフォンデュ、これ私結構好きなんですけど、これは唇のあれを防ぐとかそういうのは書いてなくて、もうとにかくとろけてツヤツヤで、美容成分配合UV カットなので、唇のケアっていうよりかはどっちかというとメイクよりのリップクリームですね。でもちろんこれ透明タイプも無香料タイプもあります。そしたらまずこちらリップベビーナチュラルリッチユズで、これだけ形が変わってて、なんか昔遊んでたおもちゃのリップみたいな感じで、塗ってみるとすごいとろけて、さっきの3本とは全然違う感じ、固形のオイルって感じで、この香りをチョイスした自分が完全に悪いんですけど、クレンジングオイルを唇に塗ってる感じがするので、そこが気になるね。リッチユズじゃなくて他の香りの方がいいですね、私的に。もうしっとり感はさっきの3本よりかなりあるので好きです。でこれが、リップベビーナチュラルで、これがメルティークリームリップで、これが、リップフォンデュです。めちゃくちゃ分かりやすい。さっきの3本は手に塗ってもあんまり見えなかったんですけど、こちら分かりやすいですね。で触り心地はベビーナチュラルはしっとりサラサラで、メルティはもうサラサラ感をなくしてもうちょっとしっとりさした感じで、リップフォンデュはグロスですね、これペタペタ。そしたらこちらのメルティクリーム塗っていきます。これめっちゃいいこれねすごくちょうどいいですね。ハーゲンダッツのバニラの匂い、塗るとそんなにわかんないですね。でさっきのリップベビーナチュラルは潤すっていうよりかはこれ以上乾燥しないようにこうカバーするって感じなんですけど、これは乾燥した唇を潤してくれる感じがして好き。あとパッケージもなんか可愛いし、でちゃんと UV カットも入ってます。で最後こちらリップフォンデュ塗っていきます。でこちらダイヤルロックタイプになってて、一回出すともう戻せないです。これ見た目の仕上がりがめちゃくちゃ好きなんです。私結構ベタベタするんですけど、私はそんなにベタベタ感気にしないタイプなので大丈夫。でもしっとり度で言ったらナンバーワンですね、まあ、とにかく1本で済ませたいっていう人はすごくいいと思います。はい、ということで6本比較してみた結果なんですけども、こちらの3本はまあ、唇のあれに良いのですが、これ1本だけだとちょっと心もとないかなって感じ。ただ口紅の下地として使ったり夜寝る前に使ったりとかする分にはすごくいいと思います。でこちらの3本は、まあ、どっちかっていうとメイクアップ寄りなんだけど、しっとり感が強めなので、まあ、これだけで外出しても大丈夫って感じ。ただ唇のあれとかをケアしたいのであればこのベビーナチュラルが一番良くて、でベタつきが嫌だけどしっとりさせたいという場合にはメルティクリームリップ、まあ、とにかく1本で済ませたいという人はこちらのリップフォンデュがいいかなっていう感じでした。はい、ということで全国のシリアルファンの皆様お待たせいたしました。こちらのフルーティーペブルス、この人たちなんか友達ん家のカートゥーンネットワークで見たことあるんですけど名前忘れちゃった。なんとかストーンズだっけ、ローリングストーンズじゃなくて忘れた。で他にシナモン味とチョコレート味があるみたいなんですけど、ちょっと私は冒険してこれにしました。じゃあ開けていきます。ちなみにこれグルテンフリーらしいよ。おしゃれじゃん。ただーやばい、これはやばいっす。すごい色の暴力ですね。どうしてこんなにも原色で攻めていくのかがわからない。可愛いけどさ、あ、匂いやばい。食べれる小麦粘土の匂いする。ちょっと怖いんですけど食べるの。はい、入れてみました。見た目はめちゃくちゃ好きだよ、可愛いけど。牛乳を注いでいただきたいと思います。ちょっと怖いから少量にした。いただきます。うん、まず鼻にさまざまなフルーツの香りがすごい勢いで吹き抜け、その後にひなあられの味がします。いや味はうまいけど最初の匂いのパンチがえぐい。慣れるとね普通に
食べれますね。けどこの一口目の衝撃を毎朝体感したいかって言われると体感したくはない子供は好きだろうなっていう感じですね。本当にフロリダ行った時にハンバーガーとかだったら大丈夫っしょって舐めて行ってたんですけど、普通さフードコートに行ったらさ、まあ、ラーメンとかチキンとかピザとか、まあ、カレーとか、あとオムライスとかいろんな料理があってフードコートじゃん。でもアメリカの空港に行ったらスターバックス、サンドイッチ、コンビニ、過去置いてあるもの、サンドイッチかホットドッグ、あとでかいサラダとでかい謎のフルーツ、ケンタッキー、ピザ、ハンバーガー、ホットドッグみたいな、パンと肉しかないわけよ。それは辛かったね。でしかもでかくて高いんだよね。これからアメリカに行くよって人は絶対佐藤のご飯を持って行ってください。はい、ということで、レビューの後の雑談コーナーでございました。チャンネル登録と Twitter と Instagram もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。